要するにシラブルっていうのは母音を含む一音っていう捉え方ですね。Hi, how are you doing? I'm Dr. D, Pronunciation Director from Dr. English. はい、どうもこんにちは。Dr. D English 発音ディレクターの Dr. D です。前回アップしたネイティブのボソボソ発音が聞き取れるようになる発音トレーニングっていう動画なんですけども、これかなり好評いただきまして、現在過去最高のスピードで、再生数が伸びてる状態です。どうも皆さんありがとうございます。で、今回の動画はその前回を補足するような内容ですので、まだご覧になってない方は、ぜひこちらの動画を先に見ていただければなと思います。で、コメントもたくさんいただいたんですけども、その中でまあこれはお答えしなきゃいけないなと思ったのがこれです。シラブルで子音が単語をまたがって2つ出てくることについて、分け方がわからなかったですっていうものです。で、この子音が単語をまたがって2回出てくることっていうのは、こういうことです。A list of 11 names. これをシラブルで区切った場合に A list of 11 names ってこういう風に表記しました。まあ、例えばここの A list の部分の A list、 この表記のことですね。L が単語をまたがって2回登場してると思います。で、この分け方なんですけども、実は私のこれオリジナルです。で、これはリンキングとかストレスとかを意識した上でこうシラブルに分けていくと、こういう風になっているだろうっていう解釈の一つですね。で、この場合の最終的な発音というのは A list、こういう風になるわけですね。で、この場合、このストレスの先頭に来る L をこう長く取るっていう傾向にあります。なので、この場合、L の子音が、あっていう、母音に食い込む形で発音されてるんですね。なので、それを表現するために、A list ではなくて、A list という風に表記してるわけです。もちろん、この2つの L っていうのは繋がってます。まあ、しかしですね、これを皆さんが自力でやろうとするとかなり難しいと思います。というか、発音トレーナーになるわけではないので、ここまで落とし込める必要もないんじゃないかなと思います。なので、まずですね、この表記に従って滑らかに発音できれば、もうそれで十分 OK だと思うので、ぜひやってみてください。ただ、文章を普通にこう、シラブルで区切るだけだと、それほどまあ難しいことではないので、ぜひ今回はそれをやっていただきたいと思います。あとはそれらのシラブル同士をこう、繋いでいって、で、そこにストレスを置いていくと、もうそれで完成です。なので、今回はですね、あえて発音用のスペルっていうのを使いません。で、文章そのまま、シラブルでこう、区切っていく形でやっていきたいと思います。で、シラブルの区切り方なんですけども、単純なシラブルの区切り方は、子音、母音、子音、これで一つの音にするだけですね。で、子音がない時っていうのはもちろん母音だけでも音節は成り立ちます。要するにシラブルっていうのは母音を含む一音っていう捉え方ですね。じゃあ今回もまた前回と同じシーンを用いるので、まず先にこちらをご覧ください。どうぞ。What's this? A list of 11 names. Okay. You know them all. I do. Those 11 men, and I think you know this, Mike.Those 11 Katsinkas. You and me both. Where are we going with this, Lydia? No, specific. それでは、これらのセリフをちょっとシラブルで区切っていきたいと思います。まず普通に発音します。What's this? で、これをシラブルに区切っていきます。What's this? What's this? What's this? こんな感じの流れでいきます。その次のフレーズ。A list of 11 names. これをシラブルで区切ります。A list of 11 names. A 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 list of 11 names. はい、その次のフレーズ。Okay. これをシラブで区切ると、Okay. Okay. Okay. その次。You know them all.これをシラブルで区切ると You know them all. 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 はい、その次のフレーズ I do.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  その次のフレーズ Those 11 men and I think you know this, Mike.これをシラブルで区切ると Those 11 men and I think you know this, Mike. Those 11 men and I think you know this, Mike. Those 11 men and I think you know this, Mike. Those 11 men and I think you know this, Mike. Those 11 men and I think you know this, Mike.Those 11 men and I think you know this, Mike. はい、その次のフレーズいきます。Those 11 Katsinkas.
これをセラブルでボケると Those eleven kusinkas 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 その次のフレーズ You're me both You're me both この場合の and なんですけども、この you の母音の中に、吸収されちゃってます。なので you'n これで一音として捉えます。You and me both. 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 その次のフレーズ。Where we going with this, Lydia? これをセラブルで分けると。Where we going with this, Lydia?これもさっきの and と同じ現象ですね。r っていうのが where に吸収されちゃってます。この where の母音の部分にも r っていうのが吸収されちゃってるような感じですね。where これで一音です。Where are we going with this lady? Where 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 are we going with this lady? その次。No specific.これをセラブルに落とし込むと No specific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  こんな感じで発展してきます What's this? A list of 11 names Okay You know them all I do Those 11 men and I think you know this, Mike Those 11 Katsinkas You and me both Where are we going with this, Lydia? No.Specific. はい、まあ、ここまでやってみていかがでしょうか。結構難しいんじゃないかなと思います。で、こういった緻密なことをやってるといろんな細かい疑問点が生まれてくると思うんですね。なのでぜひそれを、このコメント欄でシェアしていただければ、またこういう風に動画で解説することもできるので、またぜひよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time. Bye bye.